ハーブのある暮らし、マリコです。今日は今私がハマっているハーブティーをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。畑とか山で作業時間がすごい長くなってきてるんですけど、暖かくなってきたから結構きついんですね。で、こう冷たくして飲めるハーブティーをいろいろ考えてたら、このちょっとブレンドが決まって、ぜひ美味しいから皆さんにご紹介したいなと思って、はい、用意しました。で、まず暑くなってくるとですね、春から夏にかけての紫外線ってすごい強くなるんですよ。で、その紫外線って肌に受けるとストレス溜まるんですね。で、活性酸素というものが発生されるんですけど、その活性酸素が異常に発生してくると体内の細胞が錆びてくるんですね。で、老化です、いわゆる。なのでそれを、まあ、防いでくれて、あとやっぱりそういう活性酸素とかですね、増えてくると疲労が溜まってなかなかこう取れないとか、そういう状態になってくるので、このハーブを選んでみました。まず1つ目、もうこれは毎日飲んでます私。これローズヒップですね。次ですね、ハイビスカス。こちらが初めて登場するんじゃないかな、グアバ。こちらですね、マルベリーですね、クワの葉、はい、こちらまたちょっと珍しいラベンダーミント、はい、最後にステビアです。はい、ステビアリーフですね。はい、この6種類なんですけど、ちょっと一つ一つ説明していきたいと思います。まずこのローズヒップなんですけど、まあ、前も言ったようにビタミンの爆弾と言われるほどビタミン C がすごいんですね。ハーブの中でトップレベルのビタミン C 含有してるハーブだと思います。抗酸化作用っていうものがあるんですけど、それって体を酸化させないために酸化を抑制してくれる作用なんですね。やっぱりビタミン C ってすごいその効果があるので、これはちょっとぜひ入れていただきたいです。美肌とか疲労とかですね、白血球の活性にもつながるので風邪がひきにくくなります。まず抗酸化作用を持っているビタミンっていうのがビタミン A、 ビタミン C、 ビタミン E なんですね。で、それをバランスよく取り入れてあげることで抑制することができます、活性酸素を。なのでこのローズヒップはちょっと私は絶対入れます。次にですね、これも夏限定で意外とローゼルって出したりとかしてるんですけど、これ本当に年中飲まれていいです。ただね、やっぱり色とか酸味があるのでちょっと夏なイメージなんですけど、これもずっと使えるハーブです。何がいいかというと、やっぱりこう酸を含んでるクエン酸ですね、クエン酸、リンゴ酸、ハイビスカス酸で、そのクエン酸っていうのが疲労回復のためには絶対必要なんですね。ミネラルの吸収も促進させてくれる作用があります。で、この酸味がね、ほんと疲れた時にすっごい美味しいんですよ。なのでやっぱりローズヒップとハイビスカス、ローゼルはちょっと入れてあげます。はい、次そう、グアバ、最近なぜハマるかっていうと、やっぱりこれビタミン C 豊富なんですね。みかんの6倍から10倍あると言われています。で、これビタミン E も含んでますし、やっぱりミネラル、ビタミンのバランスがすごくいいハーブです。で、これ美白作用もあるので、やっぱりメラニンの生成を抑制してくれる作用とかですね、これから紫外線をいっぱい浴びるので、こちらもおすすめです。次がこのマルベリーね、これは結構馴染みがあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さん。で、これもやっぱりさっきのガバと一緒のようにビタミン、ミネラル、しっかり豊富に含まれてて、あとはですね、食物繊維が多く含まれてます。なのでこうバランスのいいハーブなんですけど、やっぱりこう合わせてあげることで相乗効果が、あとダイエットされてる方なんか、食事の30分前に飲むと糖質の吸収を防いでくれます。ぜひこちらも飲んでみてください。この4つが大体こう中心的なものなんですね。私のこうブレンドの中ではこう中心として考えてるんですけど、そこにこのラベンダーミントですね、ミントの種類かなんかで紹介したんじゃないかな、こちらがラベンダーミントと言います。
こちらもあのハーブティーに私はよく使ったりとか、あとお料理のサラダとかにも、まあ、ミント系は全部使えますけど、本当にあのラベンダーとはすごくちょっと違うんですが、あのほのかにラベンダーの香りとミントが合わさった香りになってます。でこちらもあのお料理なんかにもおすすめですね。こういったあのミント類はですね、すごくあの育てやすくて、ご家庭でも簡単に育てることができますし、あのお料理するときにもうカットしてすぐ使える植物ですので、ぜひあの育ててみてください。それを乾燥させたものです。でこれあのベルガモットミントとも別名あります。香りはどちらかというとやっぱりあのベルガモットの香りに似てます。なのですごい爽快感があって、働いたり運動した後の疲労回復になったりとか、気持ちを沈めてくれたりします。これはもうすごくあのバランスよく仕上がるので、ぜひ入れてみてください。売ってあるかな、ベルガモットミントかラベンダーミントで売ってあるはず。で最後にこちらのステビアですね。ステビアはですね、まあ、いろいろ私もこう勉強とかしてまして、これあの抗酸化力がですね、緑茶の5倍あると言われています。アンチエイジングにあのおすすめのハーブです。それもあるんですけど、このバランスでいくとローゼル入れるとどうしても酸味が強くなるんですね。で多分苦手っていう方が多いんですよ、きっと。なのでこのステビアを入れてあげることで、これ甘味料として使われるぐらいなので、ステビアを入れてあげることですごくバランスよく仕上がって、すっごく甘くなくて、すっごい酸っぱくなくて、本当に美味しいです。この6種類ちょっとおすすめします。今10分ぐらい前にちょっと全部入れてみて、これ10分経った色ですね。で10分置いたのはなぜかというと、こちらのローズヒップ入れてるから、やっぱり5分ぐらい待つよりは10分待った方がいいです。私のおすすめの飲み方、運動したりとかちょっと暑い中でこう作業したりとか、そういう方のためにブレンドしたものなので、おすすめはですね、こうやって抽出した後に本当はこれを冷やしといた方がいいんですけど、今ちょっと熱いのを入れちゃうので結構氷多めにしてます。氷をたくさん入れたところにこんな感じで注いであげます。そしたら色も綺麗ですよね。こんな感じ。結構これあの女の子とかね、お客様でいらっしゃった時にすごく喜んでいただけて、色がね可愛いとやっぱり女性ってテンション上がりますよね。美味しい。でこれ若干ステビアちょっと多いかなぐらい入れてるんですけど、私の中ではザバーとは入れないんですけど、ちょっとそれは自分の好みで調整してみてください。ステビアはね、入れすぎると甘ったるくなるし、入れなさすぎるとちょっとローゼルの酸味が強くなるし、ちょっとバランスは好みがあると思うので、それで飲んでみてください。であと私は作業に持っていくので、大きな水筒にお茶パックに入れて、で最初はですね、やっぱりお水だと抽出できないので、お湯でひたひたになるぐらいまで入れてあげて、抽出してあげて、その上から浄水を入れてあげて、氷を足して持って行ってます。でもう1日かけて飲むような感じですね。やっぱりこう運動とかされる方にすごくおすすめなので、1日分をですね、こういう感じで朝抽出しておいて、で別なあのガラス瓶に入れていただいて、そのまま冷蔵庫で冷やしておいてもいいし、そのまま常温で置いといてもいいです。でそれをお水でちょっと割ってあげた方が飲みやすいです。こうガブガブ飲める感じになるので、氷で冷やしてあの冷たいのが嫌だなっていう人はもう本当に常温のお水を使って割ってあげるのがおすすめな飲み方です。あの炭酸水で割っても美味しいですね。炭酸水で割るときは冷えてるハーブティーにこう炭酸入れて割ってあげると、またおしゃれな感じにもなりますし、あの爽快感も出てくると思います。普段ね、あのお客様とかいらっしゃったときにもこのハーブティーおすすめなので、ぜひ飲んでみてください。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。